Hey guys, つまきらチャンネル。本日もポチッとありがとうございます。ということで、皆さん昨日の動画見てくださいましたか？見てくださった方ありがとうございます。そしてまだ見てない方、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ということで本日はご報告なのですが、無事に赤ちゃんを出産することができました。イエーイ。緊急に帝王切開ということでね、ちょっと早かったんだけどごめんね。37週目で、ね、生まれてきてくれました。ちょっと早いんですけどね、予定日よりもだいぶ3週間ぐらいちょっと早かったんですけど、妊娠高血圧症候群ということでね、帝王切開になりました。まあ、詳しいお話とかはこれから動画上げていく中でお話できたらと思うので、まずはこの動画でご報告と、たくさん今まで本当に応援してくださったり心配の声だったりたくさん皆様からいただいて励みになっていたので、本当にありがとうございますという気持ちを込めて動画にさせていただきます。はい、で本当はね、旦那氏とも撮影したかったんですけど、ちょっと私がやっぱ今日動画を上げたいっていうのとお仕事が、ね、あったので、ごめんごめん、やだ、もう寝たいね。はい、ということで緊急に動画上げさせていただきました。皆様これからも応援よろしくお願いします。私も新米なので、皆様からいろいろこうだよっていうアドバイスが、いらっしゃいっていうお説教とかもたくさんいただいちゃうと思うんですけども、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。いい、笑ってんじゃん。さっきまでうわーとか言ってたのに、喜怒哀楽。はい、ということでね、まだ1ヶ月も経ってなくて18日とかなのかな、生後18日目で今ね動画を撮らせていただいてるんですけど、検診に今日行ってきて、自分が血圧高いのでちょっと早めの検診だったんですけど、赤ちゃんの方は体重も大丈夫だったのと、ちょっと最初赤ちゃんの黄疸が高い、数値が高いということで入院1日プラスでしてたんですけど、それもね大丈夫だったね。赤ちゃんは健康、自分は血圧がまだ高かったので、引き続き薬を飲んで様子見るっていうことだったので、はい、食事とかこれからも気をつけて、ね、無理せず過ごして血圧が上がりすぎないように意識したいと思います。健康第一、はい、健康第一なんですけども、無事に今ね母子ともに健康っては言っていいのか自分はちょっと微妙なんですけど、命はありますので、これから頑張っていきます。私よろしくお願いします。はい、ということで皆さんも、だんだんね寒くなってきているので体調にはお気をつけてお過ごしください。はい、ということで以上になります。皆様いつもありがとうございます。よろしかったら、チャンネル登録、そしてグッドボタン、各 SNS のフォローもよろしくお願いします。そして TikTok のサブスク入ってくださるとめちゃくちゃ嬉しいです。配信も限定でやることの方が多いのでよかったらお願いします。はい、では皆さんまたねー、バイバーイ。まだお腹空いてたね。ごめんね。